だ。マジマジかよ。チケット引いたら出てしまったんだが。てか、ちょうど録画機器つけててよかったわ。でも、無言だったんだけど、ずっと。まあいいや。なんか、適当にパラパラめくってたらさ、チケットが1枚余ってたから引いたら、あれでしたね。窓が出ました。SSR の。はい。というわけで、まあ、爆笑は免れたんじゃないかな。はい。ではまた次回実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グルリ、インボーク、メンテナンスが終わって、新しいガシャが来てますね。SSR のヨモさんと、ウタさんが来てます。というわけで、いつものごとく10回単発で弾いていきたいと思います。さあ、行きましょう。まあ、前回ね、SR も確か弾けなかったんで、その分の巻き返しということで、今回は SSR 祭りになってくれれば、いいんじゃないでしょうか。さあ、1投目。スキップ。トーカーか。いや、トーカー強いですね、あの SSR の。欲しいんですけど、普通に。じゃあ、2回目いきます。さあ、来るんだろうか。いけ！スキップ。いやー、なんか、ちょっと渋くなってないかな、初期の頃から。さあ、3回目いきます。テンポよくパンパンパンと。ですね、前回の10連ガシャ引いた後に、なんか、チケット1枚余ってたんで、ポンって引いたんですよね。なんだら、アキラが当たってしまってですね、たまたま録画してたから良かったものの、なんか、すげえ衝撃的だったですね。なんであそこでアキラ出るかな。前の10連で出とけよ、みたいな。さあ、SR ですね。アモン3ということで。結構アモン今種類あるよね。今何回引いたっけ ?3 回か。じゃあ4回目いきます。ですね。最初のスタート、ゲームスタート始めた時に配布されたアモンでしょ ?SSR がしかも2枚あるでしょで、SR もあるでしょって考えたらすごいいっぱいあるんですよね。今虹じゃなかったね。今虹じゃなかった。ほら虹。SSR っすよ。まあ個人的にはトーカ欲しいんですけど、歌かトーカがいいですね。なんかもうね、共鳴させて5つ重ねることはなんか不可能じゃないかなと思って。歌さーんはははあざっす。かっこいい。歌さんありがとうございます。さあ、引き続きね、弾いていきたいと思うんですけど、次5回目だよね。ごめん、数間違ってたら申し訳ないんだけど。では、行きたいと思います。5、6、7、8、9、10。5に、14個残したらいいから、14個残せばいいから、そうだね、次6、5回目だね。よし！いや、久しぶりに SSR の、演出見ましたね、僕。なんかね、わかるようになった。SSR を引き当てる演出をしばらく見てなかったら、わかるようになった。うん。強いね、光がやっぱり。バチってなるときの。一瞬でわかるわ。じゃあ、なんだ。何回目だ ?6 回目か。6回目いきます。渋いですね。スキップ。あやと。まあでも今回はね、歌さん1枚出たから、十分な就活じゃねえよ。今、皆さん就活やってる人いるんですかね、僕のリスナーに。どうですか、調子は。就活って、そうですよね。たまに息抜きしないとね、非常に苦しいんで、別に全然なんか分かんないことがあったら聞いてくれても構わないんですけど、いずれ経験するであろう就活でもね、高校生がする就活って、就活そんな苦しくないよね。学校に求人来てたりとかさ、先生とかなんかいろいろサポートしてくれたりするから、なんかそこまで苦しくないかもしれないですけど、まあ、今は分かんないよ。全然分かんないんだけど、就活ってやっぱ厳しいよね。あと2回。倉庫行ってるうちあと2回ですね。トーカかヨモさんを引きたいんですが、頼みますよ。ラスト1回。
いけ。うーん、 SR だな、これ。これ SR でしょ、知ってるから。はい、見分けられるようになったくらいで、ドヤ顔高すぎし、ドヤ顔指数高すぎな。あー、まあいいや、 SR で締めくれたからね。はい、8ということで、今回はね、見事歌さんを引き当てることができたんで、ちょっと待ってね、キャラリス、クルカの時は最後見せてたよな。どこだっけ、歌さん、あれ、あ、いたわ。はい、ちょっと顔があれなんだけど、はい、歌さん見事引き当てることができました。皆さんは引き当てることができたんでしょうか。というわけでお疲れ様でした。また次回実況動画でお会いしましょう。